確かに同僚だから野球を落とす投げるよ。一生懸命お願いしてるところを激写されてた来年もよろしくとお願いしました。なんでね、なんで長かったかっていうと、なんか住所と名前言わなきゃいけないんだってその時間が長いの今からお蕎麦食べまーす、ね、天ぷらそばにしたいけど天ぷらダメかな。ありがとうございました。山かけにします。山かけそばにします。山かけそばっていうものを初めて食べるよ。どうぞ、お好きな席どうぞ。お座敷参りますよ。嘘から。